ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。また、落語界の方、おはようございます。今日朝、これはまだ9時半頃なんですけども、今日はですね、寝てる時に、まあ、最近、アメリカのね、メジャーで、まあ、大谷選手は、まあ、別格としてもですね、まあ、その他の選手がみんな頑張ってるのを見ましてね、やっぱり私も日本人ですから、嬉しく感じますし、昔はどうしても日本人の方が体格が悪かったんですけども、最近大谷なんてはもうアメリカ人より背が高くて大きな体してますんでね。まあそういう点でもなんかこう、いい感じがするんですが、しかし今日寝てる時にですね、あれ？スポーツ選手とお医者さんとどこが違うのかなと思ったわけですね。スポーツ選手はですね、例えば大谷選手は契約金が非常に高いと。それから今度セリーグから投手も打者もですね、優秀な人がこれから大リーグの方で契約をする矢に出てますよね。確かにアメリカの契約金って高いんですよね。っていうのはアメリカのプロスポーツ自身が大きいんですよ。まあもちろん野球もベースボールもそうですし、それからフットボールもそうですしね、アメリカンフットボールもそうですし、それからバスケットボールなんかも非常に盛んなわけですね。でこれはアメリカ人のこうスポーツ好きなんですよね。ですから、まあ、日本人はスポーツを見に行くっていうかですね、これは別に批判じゃありませんよ。このありのままを私言ってるつもりなんですが、日本人の場合はスポーツを見に行くっていうか、応援しに行くっていう感じなんですよね。ですから、まあ、応援が非常に激しいって言いますか、太鼓叩いたり笛吹いたりしてですね、まあ、応援をすると。で、応援をするのが楽しみで行くと。別にこれはこれでいいと思うんですけどね。アメリカの場合はやっぱりプロスポーツの大したところはですね、応援するっていうか、プレーを見に行くっていう感じなんですね。ですから、まあ、いいプレーがあると、結構敵味方ともに拍手したりですね、わーっつったりなんかしますんでね。まあ、そういう点じゃ、アメリカ人のスポーツ好きっていうのがあってですね。で、まあ、基礎的な人口も多いし、アメリカ人ってよく遊ぶのが好きなんですよ、日本人よりかね。日本人は、定年になっても仕事をしたいっていうのが、死ぬまで仕事をしたい。ある程度働ける間は仕事をしたいっていうのが日本人で、アメリカ人は45歳になったらもう、勤めるのやめて遊んで暮らしたいっていうような民族がすごく違いますからね。まあ、それぞれの民族にそれぞれの特徴があるわけで、いい悪いということはちょっと言えないんですけども、そういうことで、こう、マーケットっていうか、市場規模が大きいもんですから、だから契約金もまあ一桁ぐらい違うんで、例えばプロ野球の選手ね、僕は大谷選手とかこの今永選手とかね、今活躍してる選手みんな素晴らしいと思うんですよ。まあ、人間としても素晴らしい人が多いですよね。だから決して収入を稼ぐためにアメリカに行くってことは別に悪いことじゃないんですよね。ところがね、なんでスポーツと医師って言って書いたかって言うとですね、今度疫病がありましてね、こう注射なんかが予防注射なんか流行りましたよね。そうすると確かにお医者さんの中ではですね、日本のお医者さんとは8割は多分僕の感じでは、僕も身の回りにお医者さんがいっぱいおられるのでよくよく生活も見てるんですけども、8割のお医者さんは真面目で、まあ、言えばちゃんと国民の健康を考えて働いておられます絶対間違いありません。だけども儲け主義のお医者さんも2割ぐらいおられますし、またお医者さんの場合はちゃんと儲け主義なんて、それで予防注射を打つなんてとんでもないということがよく聞かれるんですが、これスポーツマンとどこが違うのかなと思ったんですね。僕は自分の信念がですね、どういう信念かというと、お金のことは二の次だと。お金はその対価としてもらわないと生活できませんからね。まあこの前タクシーの運転手に話しかけられたことをお話ししましたけど、まあタクシーね、乗っていただくのはありがたいけども、運賃が1000円だったら1000円を投げ捨てるようにくれるのがいるからやっぱり腹立ちますねってタクシーの運転手が言ったと。本当そうですねと。まあ、タクシーの運転手にとってみればタクシーを運転すると、まあそれでまあ賃金をもらうとこうなるし、我々にとってみればタクシーを運転してもらって目的のところまで行ったと。だからお金を払うというふうに、ありがとうございますって僕らもお金を払う。お客側もね。それが、正常な、やっぱり、
人間の職業とそれに対するお礼というもんだっていうことを僕はもうずっと思っておりまして、最初私は会社に入ったもんですから、会社に入った時は自分にはこうね、いろんな科学の力もあるから、だからまあ人の3倍は働くと、まあ3倍働いて3分の1だけ給料をもらうと、それで結構だと、まあ会社の中にはね、まあ能力がある程度制限がある人もいるし、体が悪くて休む人もいる。例えば体が悪くて入院すると、入院したら給料くれないんじゃやっぱり寂しいというか大変ですからね。だけど人間というのは体を悪くして入院することもあるんで、その分はやっぱり我々健康な人がね、僕体は弱かったですけど一応働けましたからね、働いてその分だけは稼ぐよと、まあそういうふうに思っておりました。それからまあ大学の先生になってからね、講演とかなんかありますけども、私は一回も講演費っていうのはいくらって言ったことないんですね。そちらのご予算でお願いしますと、まあ、いうふうに言うわけですね。それは講演をするということが私の使命であって、それでまあ生活できる程度の講演料をもらえばいいっていう、まあ私はそういうお布施方式って昔言ってたんですけども、お坊さんが、なんか昔はね、お坊さんを家に呼んで、それでお経をあげてもらうことがあったんですけども、その時お布施は別にお坊さんがいくらなんて言わないでですね、こちらの方で、まあ、相場を考えて、お坊さんに差し上げるっていう、お礼を差し上げるっていう感じなんです。これが日本的なんですよね。はっきりしないといえばはっきりしないんですけども、やはり日本的なもの、つまり人間というのは、その人間がしたいこと、できればしたいこと、まあ、どうしてもしたいことで、ダメな時は、まあ、我慢して仕事をする。まあ、できればしたいことをする。で、スポーツ選手はやっぱり野球をしたい人がね、僕はスポーツ選手になってほしい、野球選手になってほしいと思うんですよね。それから、人の健康を非常に気になるっていうか注意して、人を健康にしたいと思う人がお医者さんに、なるのがいいと思ってるんですよ。で、そういうものがない人もいますからね。まあ、その人はまあ、平凡なサラリーマンになってもいいし、いろんなことがあってもいいし、できればね、まあそんな激しくなくても、自分はなんか、電車の運転手とか、バスの運転手とか、そういう、まあ、運転して、他の人に貢献するということをしたいとかですね、まあ、そういうようなことがあった方が、まあ、人生はいいかなとこう思ってはいるんですね。まあ、だけども、今のお医者さんはですね、小さい頃からですね、お医者さんになってお金持ちになりなさいと。いうことをもう徹底して言われて勉強させられるのが普通なんですよ。もちろんそうじゃない人いますよ。もちろん非常に才能があってですね、親にそんなこと言われなくても、悠々と東大の理三に入れるという人もいますけどね。それはまあ少ないわけですよ。そうすると多くの人はお金稼ぎなさい、お金稼ぎなさいつって医者になるわけですね。もう塾にも行く、家庭教師もつけるってことでですね。もうやるわけですね。したがってお医者さんが金を稼いではいけない。プロ野球選手は高い契約金でもいいと、どうしてかなとこう寝ながら思ったわけですね。その根源はどこにあるんだろうか。私がまあ私は随分年寄りですから、若い頃はですね、プロ野球選手はお金のことは一切言いませんでした。契約金とかなんとかいう名前もあったかどうかわかりません。川上哲二っていう人が熊本県の高校出てですね、巨人に入って、だんだん首位打者になっていく。いやー立派だな。それで川上さんもね、自分が金を儲けるために契約金がいくらだから頑張るとか、まあ、そんなことじゃなかったです。MVP を取れるから頑張るとか。今は契約金がいくらとか MVP を取れるかどうかとかね、そういうことだけに、やっぱり関心がいってるような気がするんですよね、私。これはね、やっぱりアメリカ的なんですよ。それはアメリカで、アメリカは合理的なんですよね。そういう成果はお金に現れる。だからお金を稼ごうと思って職業をするのと、それからその仕事、スポーツやりたい、プロ野球やりたいっていうことでやるのと同じじゃないかっていう考えがあって、これはアメリカ文明としては正しいと思います。ただ私は日本文明というのは違うんですよね。日本文明、日本がですね、2000年もほとんど対外戦争をせずに、まあ向こうから挑まれた時は別ですよ。この前みたいに、
大東亜戦争みたいにね、こっちが何も仕掛けてないのに相手から包囲網をね、 ABCD 包囲網を作ってですね、全ての輸出入をもう肝心の輸出に全部止めるということをされるとね、これは窮鼠かえって猫を噛むということになるんでね、まあそういうようなことがなければ、日本人の場合は日本から外に出るってことはほとんどないんですけども、アメリカはね、1850年から以降、もうとにかく自分たちの土地がどんなに広くても、どんなに資源があっても、どん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 世界中に出ていくと、まあこの考え方もあるんですが、どっちがいいかっていうのはその文明によりますね。アメリカの文明はそれでアメリカは外にどんどん行きますよね。カリブ海を取り、ハワイを取り、太平洋を取り、フィリピンを取り、日本を占領し、まあベトナムと戦争し、アフガニスタンに行き、イランに行き、イラクに行き、シリアに行くってしますよね。そうするとそこに行く若者はですね、まあ外地で軍隊の人として生活し、まあ、軍が悪ければそこで死ぬと、まあ、いうことになるわけですから、アメリカの中でね、ちゃんとやってるのとどっちが楽しいか、人生としていいか分かりませんね。それはアメリカ文明はそれでいいとしてるだけのことですね。日本は日本の国内で働いて、そして日本の中で仲良くやっていこうやっていう考え方なんですね。ですからスポーツとお金とか、医療とお金っていう点も全然違うわけですね。アメリカの医療っていうのはもう日本の医療に比べれば全然評価できません。もう悪い医療ですよ。金次第ですね。人の命も金次第っていうのがアメリカです。日本は国民全員が同じ医療を受けるっていうのは基本的思想ですね。これはどっちがいいかよりか、日本人はそう考えるっていうふうに言った方がいいでしょうね。ですから日本人の医療をアメリカ的にするってのは良くないんですよ。日本の文明を変えなきゃいけない。日本の文明を変えるというのは非常に大変ですね。そういう意味では私はね、今度疫病が流行ったことによる注射の問題だとか、それから現在の日本選手がアメリカに行ってスポーツするっていう契約金の問題とかね、こういうのを考えますと、アメリカはアメリカでいいと思います。お金が欲しい人はアメリカに行ってプレーすればいいんですよ。だけども日本のね、プロ野球選手で、まあ、4000万とか5000万とかいう契約を取ってる選手はね、別に私はアメリカに行かなくても、自分の人生は十分に楽しく生活できると思います。プロ野球選手が体が良くてね、焼肉なんか食べなきゃなんなくてもですね、4、5000万の収入があればやっていけると思いますし、またプロ野球を辞めるとね、まあ、仕事がないということはやっぱり良くないので、これは日本文明の中で、スポーツ選手とかそういうのが、仕事が終わった後ね、やっぱりきちっとした生活ですよ。ただ、それまで稼いだもので生活しようと思うと今みたいになっちゃうんで、それからきちっとスポーツ選手としての経験を生かして、まあ、自分の社会的な、人間ってのはお金を僕はね、僕の考えですよ、これは。人間さんお金があればもう仕事しなくていいってんじゃないと思うんですよね。やっぱり仕事ってのは恩返しですから、自分がご飯食べたりですね、道路歩いた時は道路が舗装されてるとか、まあ自動車が売られてるからそれ買えばね、自動車運転できるとかいうことは全てですね、まあいろんな人がやったものを自分が恩恵を受けるわけですから、ですから自分も何がしか世の中に好意でですね、仕事という意味で貢献して、それで対価としてお金をいただいて、まあ、それを元に生活をするというのが日本文明としては正しいと思ってます。まあ、その意味ではお医者さんもちょっと反省する必要があるし、それから僕は今プロ野球なんかはそういう方にどん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 流れてますけども、それがですね、僕は日本文明の方がアメリカ文明よりかはるかに優れてて、これから1000年ぐらい経ったら、アメリカ文明なんかみんな衰退して、日本文明が栄えてると思ってるんですよ、実は。これはですね、ヨーロッパ文明ってのはアメリカ文明と近いっていうか、アメリカ文明ってのはヨーロッパ文明を、引き継いだものなんですけど、ヨーロッパ文明はもう廃れましたね。それはそうですよ。だって、有色人種を全部植民地にして、有色人種に働かせて、自分たちは楽をしてるっていうような形はね、やっぱり人間としては僕はふさわしくないと思いますね。こういったヨーロッパ文明の形っていうのは必ずしも昔からヨーロッパにあったわけじゃなくて、ヨーロッパ文明の半分ぐらいがそういう文明だったんですね。あとは違いますよ。
まあ、ゲルマンなんかは非常に日本に似た文明の部分もあるんですね。しかしそれに流されて現在は悪いヨーロッパ文明、まあ、私から言わされば悪いヨーロッパ文明がですねやっぱり席巻してる。それに日本が巻き込まれないように今の今今のことを考えずにですね、やっぱり500年後の日本、1000年後の日本、まあ、我々の子供たちの日本というものを考えてですね、そして我々は選択をするべきだというふうに今日は寝ながら思いました。お医者さんもですね、ここはもう一つ考えて、まあ、収入もね、まあ3000万ぐらいあればいいと。お医者さんは結構大変ですけどね、まあ、そういうふうに思ってですね、少し今の収入を診療報酬とかね、そういうのを下げるように、積極的に働きかけた方が、お医者さん自身でですね、診療報酬の削減をですね提案すると、それから国民を健康にしてできるだけ病院に来ないと、まあ、いうような方向にですね持っていくように医師会が働きかけていただいたら非常にいい日本になると思います。